はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト82018に続きね、やっていきましょう。11月の3週ですね。調教は終わってると。はい、ネクストいきます。さあ、レースは、まずは大物カメハメハか。まあ、得意距離ですね。メンバーはピンクカメオ。あ、カンパニー。まあまあ、でもこれね、勝てるわ。これネクストいきます。これ勝ちますよね。うん、まあ、これは問題ないですね。さあ、ジャパンカップ来ましたね。ワンダーザパールとか調子はどう？大丈夫やね。はい、じゃあ行きましょうか。いいですね。おう、どうした？お、優勝した。うわ、こいつ食らいついてくるな。負けるわけにはいかない。うん、これ楽しみやね。うん、どっちにも勝ってほしいしね。確かにね。そうですね、これは、いや、パワーでいいんじゃないかな。うん、レース2周なのでパワー上げていきましょう。はい、これでいきます。ネクストいきます。さあ、楽しみですね。1番、3番、15番人気。うん、まあまあ、メンバーもね。よし、行きましょうか。これでも分からんよ。キングパール勝つ可能性もあるよね。4コーナーをカーブして、てか、キングパール強いですからね。先頭はキングパール、キングパール、先頭キングパールが逃げてますね。コスモバルク、いやー、ただ白いな、伸びが。伸びてきた。ここから勝負をかける。ワンダーザパールも来てるんですけどね。うわ、マジか。ここまでか。コンデュイット一気にキングパール、コンデュイット大激戦のゴール前。これはどうすかね。負けたと思ったけど最後グッと伸びてきましたね。これは、いやー、でもどうやったやろ。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。うん、お、勝っとんじゃない。伸びてますからね、あっこからね。よし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 、取りましたね。さあ、キングパールが取ってくれた。うん、嬉しいね。さすがやん。よしよし、これでシーキングザパールね、頑張ってますよ一族ね。大物っぽいと、ゼニアッタか。ゼニアッタ調子は大丈夫やね。お、キングパール取ったね。これ牝馬ですからね。有馬記念と、あと、まあ、菊花賞、皐月賞ね。強いな、こいつは。お、シーキングザパール系の活躍ね。まあ、順調ですからね。さあ、スノーフェアリーは調子を落としてるって感じか。なるほど。まあまあいいです。はい、とりあえず瞬発上げて、まあ、パワーもね、次上げることできるので、さらにスピード上げてって感じでね、いきましょう。で、まあ、レース近いんですが、調子はね、あの、渾身でいきます。仕上げます。さあ、ゼニアッタ出走やね。まあ、追い込みいいんやけどね。たまにはさ、追い込みね、ちょっと届かんのやな、いつもな。まあいいか、ネクストよ。あ、2着か、マジか。いや、ちょっと逃げとかさ、使ってみようかなと思ったんですが、やっぱやめました。ワンダーザパール、大物カメハメハ、キングパールね、期待できるね。まあ、どれも強いですね、この3頭。そして、まあ、ただね、あの、ライバルも強い。史実の馬も強いですね。ベーナビスタとかも来てます。ウォッカー、祭りだ、ゴッホね。ドリームジャーニーあたりもいると。大物無尽蔵もね、まあ、この3頭と比べるとね、まあ、ちょっとどうかなって感じはあるんですが、まあ、そこそこ強いからね、こいつも。
はい、行きましょう。まずはあ、スノーフェアリー、あ、91か。いや、使おう。で、エダテルさん。まあ、エダテルさんか。エダテルさんでいいね。いつもは違うよね。うん、違うですね。あ、カメハメハの方乗ってるんでね。よし、まあ、行きましょう、これで。大丈夫じゃないですか。スノーフェアリーは、とりあえず、瞬発でパワーが S なったので、ここは軽めでいく。いや、軽めでいく必要はないか。瞬発がもう少し伸びますね。まあ、ただスピードね、上がっちゃったので、うん、まあまあもうどれでもいいけどね。まあお任せでもいいかな、これからは。はい、行きましょう。ネクストいきます。さあ、大物カメハメハ出走。うん、どうですかね。ダイジェストいきましょう。まあ、1600が得意距離ですね。最終コーナーをカーブして、あー、ちょっと後ろにいますね。いつもね、あの前の方ね、いるので、まあ、3番手くらいにね。いやー、ちょっとこれ厳しいか。レジェンド系リダン、残り 100m。 うわー、グッとこんね。大物カメハメハ迫る。レジェンド系リダン、レジェンド接種に負けたね。2着。2着にはどうやら大物カメハメハ、勝ったのはレジェンド系リダン、見事な勝利です。大物カメハメハはただ来年も走れるかな。さあ、アマゾネス、これ飛ばすか。3着来ましたね。トゥーレブラナ、こう勝ちたいんですが、能力がね、なんとも言えないですよね。あー、でも勝ってほしいな。まあ、取りやすいね、あの G1 ではあるので。この直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はトゥーレブラナ。どうだ。なんとも言え。大丈夫か。よし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 。もう一伸び。先頭はトゥーレブラナ。一着で来ましたね。トゥーレブラナ一着。2着にはどうやらノーブルクロケット、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはフーレブラーナ。まあ、しっかりこうやってね、地方のね、取ってくれると嬉しいよね。まあ、特にダートはやっぱここですよね。2歳はね、使うのは。お、スタート、いいやん。さあ、ただね、ここ取ってチャンピオンになっておきたい。2歳のね、2歳牝馬のね、アパパネが来とるんか。ただアパパネはクラブの馬やからな。でも勝てると思うけどな。いや、どっちか勝てると思うんですけどね。ダイジェストいきましょう。まあ、できれば、あ、どっちもいいね。でもね、スノーフェアリーでも、まあ、どっちもいいか。さあ、これからです。取ってくれればもうそれでいいですね。さあ、先頭に立ったのはスノーフェアリー。よし、伸びよさそう。気持ちよく走ってますね。これは決まったか。スノーフェアリー先頭だ。後続との差はまだあります。オッケーオッケーオッケー。このリードを守れるか。2番手はアパパネ。スノーフェアリー独走。スノーフェアリーぶっちぎりです。勝ちましたね。スノーフェアリー1着、2着はアパパネ。これが世界を制した実力だ。スノーフェアリー。危ない危ない。調教つけててね、あの、落とすわけにはいかないですよ。よし、いいね。まあ、ただ史実史実ですけどね、 1,2 はね。オッケー、これで牝馬をもらったね。さあ、あとはまあ有馬記念やね、楽しみなのはね。さあ、トゥーレブラーナがね、出走ですね。まあ、頑張ってほしいですね。能力はまあこんな感じですね。スピードが A か。で、あとは、最速再びか。最速再びは、うん、まあまあいけるかもしれんね。はい、行きましょう。まあ王道で行く感じやね。まあそんなに能力も高くないしね。もう任せよ、これは。はい、勝ったよ。ちょっと話しましたね。セール行きましょう。この時期おったかな、史実でいいやつ。いないですよね、もうね。いないですね。ならいらないですかね。はい、オッケー。はい、ネクストいきます。飛ばしていきましょう。
さあ、最速再びですね。見ますか。一応ね、ダイジェスト見ましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。いつも通りいますね。ただどうかな。外の伸びのが良さそうやね。先頭グッと来い。そっから最速再び先頭よし、大丈夫かな。これは最速再び先頭。オッケー。ブラインドラッグ最速再び強いね。最速再び完勝。最速再び最速再びやわ。ブレンドリーダンサー世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。最速再びまさしく日本が世界に誇れる馬です。いや、自家製サンバ活躍してますね。トゥーレ最速も本当に強かったからな。いや、これでお母さんの評価もググンとね、グンと上がりますよ。さあ、トゥーレブラーナがね出走なんですが、これなんとも言えないですよね。まあスピード A、 うわー強ぇのおるじゃん。あ、そうかそうかそうか。なんか2009年って言われてもさ、2009年、2歳馬何おったかなって感じなんですけどね。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はカフェフォックス、トゥーレブラーナ先頭、2番手は AC アポロン。いや無理でしたね。落ちましたね。一気に後続がやってきた。残り 100m。 そうか、厳しかったか。2番手はビクトワールピサ、AC アポロン1着、AC アポロン完勝。ビクトワールピサもさ、まだそんなやね。見事に勝ちました。 AC アポロン、トゥーレブラーナ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。一応3着争いおった。うん、まあ、ちょっと厳しいね。厳しかったですね。やっぱスピードはね、一番大事ですから、まずはやっぱ持ってこないがよね。 A はダメやわ。 S プラスね、 S プラですからね。まあこの辺とかはやっぱりもう B なんでね、もう全然活躍できないですね。 S プラね、もう S プラが基本ですね、本当に。どうかな、この無人像。うん、まあいいんじゃないでしょうか。行きましょう。トゥーレブラーナ、次弥生か。弥生でいいですかね。はい、任せとこうか。いや、こいつはねよく言うよね、17週間ほどってそんな出すわけねえじゃん。最速やね。最速再びは、そうですね。どうしようかな。疲労は24か。まあ、1700からね、2400。まあ、確かに、こっからまあそんな使いたいレースはね、あるかって言われるとないんですよね。まあこの辺とか、この辺ですね、走らせてもいいですし、まあその後こっちですね。どうしようかな。そしたら、まあこの辺走らせていく。まあちょっと迷うけどな。1700、まあ、こっちの方がいいっちゃいいよね、賞金はね。これは3000ですからね。これ高いんだよな。どうしますかね。まあ、その前に、まあ、この辺とか使ってもいいんですけどね。まあ、使っとくよ、一応。まあ、また考えます。とりあえずね、非根幹距離持ってるので、まあ、それですね。まあ、しっかり、ローテーション組みたいなと。距離は選んでおきたいなって感じだよね。で、最速再び、とりあえず休もう。まだ後で考えます。まあ強いよね。まあ順調ですね、こいつは。はい、行きましょう。ネクスト行きます。さあ、ブラナキングが出走。どうだ、3着。さあ、ホープフル来ましたね。スノーフェアリー1番人気ですね。エイシンフラッシュがいる。強いんだよな。
昼のダブールとかもいますね。うん、ただ勝ってほしい。頼む。頼むぞ。直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは。うわー、エイシンフラッシュ来とんな。三馬身、後続の手応えもいい。いやー、厳しかったねこれ。二番手はスノーフェアリー。エイシンフラッシュ。今ゴールイン。段違いの強さです。エイシンフラッシュ1着、フラッシュ2着はスノーフェアリー。安定してやったり、またあいつがドヤ顔で来るぞ。本当に遺憾なく発揮しました。勝ったのはエイシンフラッシュ。いや、エイシンフラッシュがね嫌いとかじゃないけどね、あいつはドヤ顔で来るから。ほんとさ、私立なのにさドヤ顔で来るからね。自家生産でドヤ顔してこいって。さあ、有馬記念来ましたね。1番、3番、7番、4番人気。大物カメハメハが1番人気か。そうやね。あ、いいメンバーやな、でも。ブエナビスタもね、いますしね。ブエナビスタ強えよ。レース行きましょうか、久しぶりにね。東海帝王がねレコード持ってると。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。有馬記念って感じのメンバーじゃないですかこれ。スターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。本当にさあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さてこのレース、新旧ダービー馬の対決にも注目が集まります。さあ最後は大外枠のワンダーザパール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スタートしました。さあ先行争い、リーチザクラウン前に行きそうです。まずは大物カメハメハあたりが行きますかね。こっちだと最強王者大物カメハメハ、その後ろ最強王者後方からの競馬では、前の方からリーチザクラウン先手を取りました。キングパールすぐ後ろ、まあ、キングパールが、まあ、いつも通り、まあ、逃げというかね、まあ、先行にいますね。その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこのあたりで、いやいいね、スタンド前を通過しています。では前の方から先手を取ったのはリーチザクラウン、うん、リーチザクラウンが、まあ、綺麗に逃げてますね。キングパールこの位置です。大物カメハメハ後位をキープ、すぐ後ろに大物ムジンゾ、その外からウォッカ、内からは祭りだ。ただ大物カメハメハが難しいとこやね。先頭から最高峰まで気になる、どれが勝つのか。この 2500m っていうのだとね、まあ、1600だとね大物カメハメハが強いと思うけどね。前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から先手を取ったのはリーチザクラウン、ね、その隣にキングパール、その横に大物ムジンゾ、少し間が空いてエトワールロバリー、ワンダーザパールすぐ後ろ並んで G1 2勝デルタブルース。いや、ワンダーザパールも第3コーナーのカーブに強いからね。大物カメハメハ早くも先頭、大物ムジンゾほとんど差がありません。キングパール3番手、さあいいですね。大物カメハメハ逃げ切れるか、後続も逃げてますが、どうやろう。さあ先頭ワンダーザパールも来とんじゃないこれ。離れてキングパール4コーナーカーブから直線コースに向きました。大物カメハメハ先頭、さあ大物カメハメハが早い。ただワンダーザパールも来てますよ。大物カメハメハ粘る、キングパール迫る、大物カメハメハ、大物カメハメハ一着。ちょっと自家生産強すぎたわ。キングパールこれが世界を制した実力。強すぎんこれ。大物カメハメハここも取ったか。いやこいつほんと強い。おとレコードマジ強すぎじゃねえかこれ。大物カメハメハ、キングパール、ワンダーザパールですね。いや強え、うん、いやこれは嬉しいですよね、有馬記念でね。うん、嬉しいね。ちょっと聞いてみようか。あ、間違えた。非交換距離いらんけどね。まあまあいいでしょう。いやー嬉しいね、勝ちましたね。参加しましょう。まあこれはねいつも通りですね。まあ一応参加しておくっていう感じで、まあ勝てたらラッキーぐらいな。うん、発着、オッケーオッケー。で4着か。厳しいね。
ゼニアッタ、これ勝つかもね。あ、2着か、勝てなかったっすね。さあ行きましょう。まあこれ一番分かりやすいですよね、表彰式がね。まあ今年はこんな感じでしたよっていうのでね、うん、まあ今年どうですかね、国内もそこそこ取ったかな。まあまあいい感じに取れましたかね。カメハメハが無双しとるね。うん、無双してますね。はい、まあこんな感じです。はい、まあこんな感じやね。お、グラスワンダが取ってくれたか、嬉しいね。大物カメハメハワンダーザパールキングパールか、ここもまあ1、2、3もらったわ。あー、そうですね、最速そうやね、 G1 3勝くらいもね。海外のでかいレース取りに行った方がいいかもしれないですね。まあ、国内はもういいよね。はい、やっていきましょう。インター多いかな。あー多いですね。ただまあまあ引退しても、あ、大物カメハメハ引退か、うん、まあでももう引退でいいですね、うん、もう十分いいわ。ここから残ったメンバーでさ、ちょっと頑張っていこうよ。キングパールもさ、でもそろそろ引退じゃない、こいつ。まだ行く？ワンダーザパールが、最近あれやね、ちょっと負けとんやね。負けてるっつってもね、能力こんな感じっすから。まあ、大物カメハメは強かったね。まあ、引退もします、これは。はい。いやー、ブラーナキングも、早めなんですよ。もう早めで、ちょっと厳しくはなってくると思うんですよね、ここから。なんで、もうこれ引退しようかな。うん。うん、まあ、引退します。こいつもね、かなり、強かったんですが、まあ、そろそろちょっと引退して、まあ、子供に期待したいなということで、これちょっと引退しちゃいます。キングアマゾネス、まだ行く？まあいいですけどね。はい、これでいきましょう。うん、ああそうですね、スーパープラナー引退、そうそう、途中でねしときました。はい、こいつもまあ強かったですね。ああ、無尽蔵ね、無尽蔵も頑張ったね。ブラナキングも強かったね。うん、カメハメハは強かったね。一頭選ぶ、いや、いらんわ。こんな感じですね。まあ期待できますかね、こっからね。カメハメハね、期待したいね。あとはもうスーパーブラナか。スーパーブラナもほんと頑張ってくれたよね。はい、まあこんな感じですね。 OK、 はい、 OK。 もう手続きがね、ちょっと時間かかるんですよねちょっと大変でね。さあ大物系ですね。うん、大物頑張ったもんね。まあ、カメハメハもいましたし、まあ、ここから無尽蔵、またコルドの子がね、おそらく走ってくれると思うので、今どんな感じですかね。シーキングザパールはいいやろ。まあまあ今から来るよ、これは。そして大物もね、なかなかいいし、カインドはね、今からなんですよ。これ期待できるよ。シアマゾンはまあぼちぼちって感じやな。はい、まあまあいいんじゃないですか。これでいきましょう。バッツ、スーパーブラーナーまあいいですけどね。ただ今まあ資金はね、もうここから不足することはないので、はい。
はい、いらないですね、どれも。ジンジャーパンチか。結構溢れてますね。どうしようかな。ステレオタイプか。いや、どうします。とりあえずノーブルキング、ノーブルキングはいいかな。うん、売却にしとこう。キングアイリスもいいかな。大物っぽいはね、どうしようかなって感じですね。まあ、一応そのキング大物系なんやけど、なんとも言えないですよね。ブラーナクラシックって強かったっけ。ブラーナクラシックもいいかな。うん、売却しよう。ブラーナキング、いや、ブラーナキングは残したい。大物無尽蔵も残したいですよね。売却しよう。売却でちょっと分けとこうかな。あとはね、ちょっとここ時間かかりそうですね。あの、ここを飛ばしておきます。はい、ここちょっと今からねカットします。はい、今ですね、まだあの手続き終わってないんですが、途中ちょっとさ見せたいなということでやっぱり、ね、ここから、撮ることにしました。で、まあ、何を見せたいかというと、このフランケルはね、史実の馬なので、まあこれ超大物なんですが、大物でいいんですが、残りね、8頭いるんですよ。自家生産馬ね、今所有してるやつ、9頭、今10分の9になってると思うんですが、日本のところね。で、フランケルを外して、残り8頭いるんですが、これ全て超大物です。今、日本になってるやつは。で、さらに、クラブに上げてるやつでも、まあかなり走りそうなのいるんですよね、これ。このブラーナ2世とか、これ走りますよ。エルコンドルパサーとブラーナ2世の子なんですが、これ芝ダート走れて、大物なんですが、これめちゃめちゃ走ると思う。ですが、すべて所有するのさ、ちょっと多すぎるじゃないですか。ということで、削っていきます。こっから。一応、大物クイーン。まあ、フランケル。フランケルはまあ、史実なんでね。大物クイーンと、あと決めたのは、大物クラシック。まあ、大物系ですね。大物一族と、あとは、ま、久しぶりに始まりの一族をちょっと育てたいなということで、始まり再び、だけ決めました。まあ、これも超大物で、まあ、これもね、超大物なんですが、で、こいつもね、超大物ですよ。あとは、一応ちょっとお見せしておきますか。はい、芝田との超大物ね。まあ、こういうデビュー比較的遅めの、芝ダートで遅めの超大物は使いやすいですけどね。まあ、金の殿堂はほぼほぼ間違いないくらいにね、育てることできるんじゃないかなと思うんですが、これもいいよね。もう絶対走ると思うわ。これも強いでしょうね。良すぎないっすか。で、今、所有決めてるのが、まず、フランケルですよね。これ、芝のマイルなんですが、こいつは。で、クラシックの、芝。こいつがね、牝馬ね。そして、あとはこれですね、超物。これも芝ですね。なので、ダートですね。あと、一頭所有しようかなということで、まあ、これでいいかな。始まりで分かりやすいかな、今回。大物と始まりだけですね。今回所有するのは。まあ、シアマゾン系のアマゾネスとか所有するっていうのもね、ありなんですけどね。そっちを育てていくっていうのも。ただちょっと多くなりすぎるので、ダートの始まりだけね、ちょっと育てましょうかね、これね。始まりにしときますね。もう分かりやすいようにしてます。なんかいろいろさ違う名前、なんか面白い名前とかつけてもいいんですが、分からなくなりますからね。始まりもうダートでいいじゃん。どこ
にしようかな。始まりだとはね、そうですね、どこで走らせていくかっていう話なんやけどな。国内使うかな。そしたらここはいいよな。さあこれでいきましょうか。はい、まあ、こいつダートで使っていく感じで、始まりと、大物系2頭ですね。始まり2頭と大物系2頭とフランケル、他は全てクラブにあげます。クラブクラブクラブ、ちょっと自家生産のねレベルが上がってきてますからね今ね。まあ、こんな感じでいきましょうかね。はい、まあこれは適当です。まああとはまあこのレースを取るっていうのを目標にして、まあこいつを所有するみたいな感じでもねいいかもしれないですよね。スノーフェアリーはねちょっと迷ってるんですよね。国内走らせてもいいんですが、まあ、こいつ海外向きなんですよ。なので海外で使っていくから、出てきてから決めます。細かくねローテーションの方を決めていこうと思います。秘書はそうですね、どうしましょうかね。まあ、やっぱりスミレさんね、スミレさんが好きなんやけどな個人的には。まあでも変えんでいいか。おい、明けましておめでとうと同時に来やがったこいつ来たな。相手がね、AC フラッシュといえどね、負けるわけにいかんよね、でもね。2で最速の09。いろいろ来るね、とりあえず。はい、まあこれでいいです。はい、一応今年ですね、まあ今、いる競走馬はこんな感じになってます。まあ2歳分かりやすいかな。でもね、フランケルとあとは始まり2頭と大物2頭ね、まあこれ全て長物ですね。長物が、まあ、5頭入ってきたと。であとはまあ3歳、まあこの辺もね、ほとんど今所有してるやつはもう長物ですね。これ全部そうじゃないかな、今いるのは。トゥーレブラーナもそうやったかな、まあそうだったかもしれないですね。なんかすっきりしたね、これやりやすいわ。これでいきましょう。これでね、その生産者の1位とかを狙うんだったら、まあ、全て所有してさ、その G3 とかにも分けてってさ、 G2 とかもきっちりね、賞金稼いでいけば問題ないと思うんですけどね。なかなか大変ですよ、そこまでやるの行きましょう。ネクストでいいかな。まあ購入してもいいですけどね、金札一応増えてきたけどね。全てちょっと見てみようか。あー、どうすかな。いや買ってもいいけどね、どうします。ただ5枚使うなら牝馬に使いたいですよね。いいか今年は。お、どうした。あー、グラスワンだ。グラスワンとつけまくってますからね
はい、ネクスト行きましょう。よし、戻ってきたか。うん、雪だるまそう、楽しそうしてるね。あ、マールこんな感じなんすね初めて見たわ。まあ、そう考えたらさ、まあ、ここからまあ楽しみじゃないですか。子供がトゥーレ最速の0級か。まあ何になっていくか分かんないですけどね。この辺が、まあ、騎手とか、まあ、調教師とか要はなるんですよね。まあ、これもやっていくってなるとさ、ウィニングポストで長く続けることできますね本当に。ネクスト行こう。ちょっとなんかローテーションっていうかね、全然決めてないんですが、また動画外でね、決めておきます。ゼニアッタ出走で落ちてきたんか。うん、まあ使っちゃいましょう、ここはね。それでも微妙なとこやと思うけどね。始まり再び、始まり再び強いやろ。はい、ネクストいきましょう。さあ、ゼニアタ一番人気ですね。ただどうかな、まあ勝ってくれたら嬉しいですけどね。はい、ダイジェストいきましょう。ちょっと取りこぼしてるんですよね今ね、2着続きでね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ後ろからね来てるんですが、届くかどうか。さあグッと刺してくれ。よし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 、オッケー。混戦です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界取ってくれましたね。よかったよかった。どうかなと思ったけど、はい、これは嬉しかったですね。なんと8億円ねめっちゃ喜んどんじゃん。はい、嬉しいね。一気に来たね、確かにね。はい、まあ今回はこんな感じでいいかな。ワンダーザパールとか戻ってきてないけど、2月を2週で戻ってくるんか。ちょっとそこまでやりましょうか。はい、またね、1年、まあ、決めることは決めることできるだけね、決めておきます。まあ、この辺とかね、ワンダーザパールとか。はい、今回ね、ちょっと長くなったんですが、ここで終わりたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。